どうもお疲れ様です。今日はですね、例えば今回ダイエットの動画の方を今見てるわけですけども、このダイエットの動画のアクセスを伸ばすためにね、どういうふうな考え方を持っていけばいいのか、その一つを紹介したいと思います。まずね、タイトルなんですよ。タイトルによって YouTube が有利なところに動画を置いてくださったり、もしくは全くどこにも置いてくださらなかったりっていうことがわかります。ですんで、何としてもね、タイトルで YouTube に気づいてもらわないと話にならないんですよ。じゃあどうやって気づいてもらうのかってことですけども、それはね、サジェストって機能を使います。この検索窓にダイエットって入れるでしょ、例えば。そうすると、ダイエットっていうキーワードに関連して、どんなものがこの YouTube の利用者さんが検索するかってことが出てきてるんですよ。ね。つまり、ダイエット料理ってキーワードとか、ダイエットって言葉単体とかね、ダイエットダンスとか、ダイエットスペース食事とか、ダイエットスペース筋トレとかっていう、このキーワードを2つとか3つの組み合わせによって、検索にかかりやすいかどうかってことが決まる。つまり、YouTube が動画をどこに置こうかなってことを決めてくれるんですよ。まあ、ですんでね、ダイエット整体師藤田ってのあるでしょ？例えば。何なんだって話じゃないですか。藤田って誰だ？みたいな。で、これをたまに試しにクリックしてみるんですよ。そうすると、ダイエット整体師藤田ですって出てくるじゃないですか。私が知るところ、この人ね、ダイエット業界でむちゃくちゃ有名な人なんですよ。で、これクリックしてみますよ。こういう形です。123キロから激痩せした整体師ですよ。もともとこういう人だったんですよ。これがマイナス62キロの奇跡のダイエットを成功させて、こういう風になってるわけですよ。だから、このダイエット整体師藤田って方は、こうやって検索でね、かかりやすいし、すごく有名な YouTuber さんになってるってことです。チャンネル登録65.2万人もいるんですよね。連絡先、ダイエット整体師 F ってなってますね。で、動画の本数が1437本。だから、このぐらいインパクトのある方でも、1500本近くの動画を上げてるってことなんで、行動力もすごいですよね。で、2年前にスタートしたのかな。まずダイエットをこれから始めろ。3ヶ月ダイエットプランってありますよね。これはまあメンバー限定になりますんで、私たちには見ることができません。で、サムネイル。朝に1個食べるだけでマイナス62キロ。これもインパクトがありますよね。その他サムネイルもものすごく気を引くものになってます。どういうことかっていうと、まずはタイトルで YouTube に気づいてもらう。そうすると、インプレッションが起きるわけですよ。インプレッションってのは、多くの人の目の前に、この動画やチャンネルが触れる機会を YouTube が意図的に作ってくれるんですよ。その後、視聴者さんが実際にクリックするかどうかっていうのは、サムネイルが自分の人生に関わるかどうかっていうふうなことになってきます。ですんで、こうやってサムネイルをたくさん見ても、うんざりするほど激痩せします。寝起き1分で終わるみたいなことが書いてあるでしょ。だから朝起きて1分間でやることによって痩せるんだったら、これ見てみようかなって思うわけですよ。ね。でも、水の代わりに何とかかんとかって書いてるのは、私はちょっと個人的に興味がないかなと思ったら、こちらの方はクリックされないんですよね。逆に、寝起きは体が動かないんだけども、でも、なんか水の代わりに飲むだけで生活改善できるんだったらやってみようかなっていう人はこっちの方をクリックするんですよ。だからいろんな入り口を設けてるんですよね。これだけでとかね。糖尿病にすごく気がいってる方はこうしたらダメよみたいなね。脳梗塞についてもちょっとね、話題を出してますよね。はい。ちょっといろいろ喋りすぎましたけども、サジェストって機能をね、大いに利用してタイトルを作ってくださいよってことです。ちなみにこのサジェスト、結構パワーワードが並んでいるダイエット整体師藤田の後に、さらにトマトジュースってのをつけたり、食後ってのをつけたり、股関節ってのをつけたりすることによって、さらにサジェスト機能を高めていくこともできるってことですよね。で、あと、整体師とも先生ってのがいます。これも別の方なんでしょうけどもね、こうやって出てきます。50万人の登録者がいる方です。もうこういうふうな方ってのは、先ほどのと同じですけども、完全に YouTube だけで暮らしてますよ。だから、YouTube だけで暮らしてる人のね、特に自分のジャンルに近い人、そういった仮想ライバルを見つけて、その人に学んでいくってことも大事です。はい。いろいろ申し上げましたけども、今日はね、このサジストっていうところ、
ここを使っていただきたいなと思って動画にさせてもらいました。それでは。